桃色クローバー Z の高城れに29が6日配信番組内で結婚することを電撃発表した。お相手はプロ野球日本ハムの宇佐美慎吾捕手29で、2年間の交際を実らせてのゴールイン。今後は人妻アイドルとして活動を続けていく。幸せなお二人の写真に終始にやけてしまいます。先に職場や上司に報告より、妻の立場を考えて妻を守るための順番にするのが彼の優しさ。新庄監督を含め日ハムは報告順とかそういうお堅いこと言う人いないし、事情はわかる大人ばかりだから気にしなくて良いと思います。日本ハムの監督といえば新庄剛志氏。報告をしたのか聞くと、宇佐美選手は神出鬼没なのでまだできてなくてと困り顔を浮かべた。チームの誰にも交際を伝えておらず、情報流出を徹底ガード。結婚発表後から大量の連絡が来ており、すごいです。何も情報がない状態だったので守りに徹してましたと保守らしい防御力を見せつけていた。始球式から知り合いの縁でアイドルとプロ野球選手が交際するって夢のある話じゃないですね。若手と新戦力へと舵を切ってる新庄監督だから、この記事のように宇佐美もこれからは相当踏ん張らないと。ももクロの旦那とやじられないよう頑張れ。その高城は熱烈な阪神ファンで知られる。 YouTube チャンネルでは、許されるのであれば今後も阪神を応援していきたいと話したものの、今回の結婚余波をもろに受けたのが、サムライ J の強化試合メンバーとしてこの日の巨人戦で攻守にわたって活躍した阪神の佐藤輝明23だ。野球のファンと交際相手のチームが異なるのはよくあること。石川理香だって阪神ファンだが、旦那さんは巨人へ FA 移籍したし、自分は阪神ファンですが、この発表から阪神ファンとモノノフさんのそれぞれの反応を見てみたけど、早い話が阪神ファンがあまりももクロやモノノフさんのことを理解していなかっただけのこと。佐藤輝はもともとももクロを好きになったのは人柄であり、疑似恋愛の対象としては見ていないと語っていたし、職業が野球選手というだけの純粋なモノノフさん。レニちゃんも阪神のマニアックなことを嬉しそうに話す動画を見たりすればわかると思うが、少なくともガチの虎党であることは間違いない。要するにお互いがファン同士であり、そこに恋愛は関係ないのは当たり前。暗い話題が多い芸能界において、前向きで明るい幸せなニュースなんだし、阪神ファンもぐちぐち言ってないで2人の結婚を祝福してあげてほしい。モノノフは恋愛感情で好きっていうより、人柄とか夢を追いかけてる姿勢が好き、尊敬ってファンが多いから、佐藤輝もそんな感じで、レニちゃんが幸せになって嬉しいんじゃないかな。もちろん宇佐美選手はモノノフだけど、ちゃんと出会ってモノノフから好きな人に変わったんだと思う。